この蒸気機関車 C57 は旅客列車を引くための機関車として1937年から1947年までに合計201両が作られ日本各地で活躍しました。中でも C57-135号機は今から約45年前に北海道の室蘭本線で定期旅客列車を引いた国鉄最後の蒸気機関車なのです。ほら見て連結。ところで皆さん、日本で最初の旅客列車を引いた蒸気機関車をご存知でしょうか。日本で初めて鉄道が開業したのは1872年10月14日新橋横浜間。当時はイギリスから輸入した10両の蒸気機関車が旅客列車を引いていました。そのうちの1両がこの車両ステーション入り口に展示されている1号機関車なのです。国の重要文化財にも指定されています。日本で最初の旅客列車を引いた蒸気機関車と定期旅客列車を引いた国鉄最後の蒸気機関車が共に歴史の証人としてここ鉄道博物館で保存されています。1号機関車と C57-135号機、この2両の年齢差も69歳あります。電車内回転実験が終了しましたら、車体の長さ、車輪の大きさなど69年の蒸気機関車の進化をいろいろと比べてみてくださいね。それではここで2回目の目的をお届けします。大きな音にご注意ください。それでは機関士さん、目的をお願いします。ところでこの大きな C57-135号機を東京の神田からおよそ30キロメートルも離れたここ埼玉市まで一体どのように運んできたのでしょうか。実は車体を3つに分解しました。まず1つ目は大きな車輪、動輪の部分。2つ目はその上、ボイラーの部分。3つ目は後ろに連結されている水と石炭の入った淡水車の部分。この3つに分解してそれぞれを大型のトレーラーに乗せて深夜道路の上を運んできたのです。そして鉄道博物館のお隣にある大宮総合車両センターで再び一つに組み立てられ、そこからはディーゼル機関車に押してもらいながらここ鉄道博物館の電車内の上までやってきました。わずかな距離ではありますが、引退から実に30年を経て再びレールの上を走ったというわけです。それではここで3回目の汽笛をお届けします。大きな音にご注意ください。それでは機関士さん、汽笛をお願いします。
蒸気機関車ではその名の通り高圧の蒸気を送り込んで上を流しますが、 C57-135号機はすでにボイラーを止めており蒸気を作ることができません。そこで鉄道博物館では蒸気の代わりに高い圧力の空気を使って汽笛を鳴らしています。汽笛の装置は C57-135号機の胴体の中ほど、ちょうどラクダのコブのように盛り上がった部分の付け根についています。私が待っている場所とは反対側の機関車の側面に黄色に輝く円筒形の笛がついているのが見えるかと思います。この笛は C57-135号機が現役時代につけていたものですので、当時とほぼ同じ音色の汽笛を今も鳴り響かせているかと思います。ところでこの汽笛の装置ですが、外から見ると一つの笛のように見えますが、実は長さや大きさが異なる5つの笛を一つにまとめた構造になっています。この5つの笛が一緒になることによって蒸気機関車独特の汽笛の音色となっているのです。停車台が1回転を終えて元の場所に戻ってきました。最後に C57-135号機が大きな汽笛をお届けします。それでは皆様、最後の汽笛を聞く準備はよろしいでしょうか。大きな音にご注意ください。